スノーマン・メグロレン、クランクアップ・ホトが公開主演連ドラ、海の始まり、最終話が放送娘とすれ違い、結末は？人気グループ、スノーマンのメグロレンさん主演のフジテレビ系、月9枠の連続ドラマ、海の始まり、月曜午後9時の最終第12話が9月23日に放送される。同日、ドラマの SNS ではメグロさんのクランクアップ・ホトが公開された。最終第12話のあらすじ。ベッドではなく、床に敷いた布団の上で目を覚ます夏。海のランドセルやぬいぐるみが視界に入るが、海の姿はない、海ちゃんと呼びかけるが返事はなく、部屋は静まり返っている。その頃、南雲家で目を覚ました海は、寝起きのまま今へやってきて、夏くん。と呼びかけるが、そこには茜と翔平がいるだけで、夏の姿はない。茜から自分で帰らないって言ったんでしょと言われ、返す言葉もない海。パジャマ姿のまま寝そべっている海に、茜と翔平は朝ごはんを食べようよと声をかけるが、海は食べたくないとそっぽを向く。茜は台所でおにぎりを握り、食べなきゃダメ、生きなきゃいけないからと海におにぎりを差し出す。そして、水木、古川琴音さんが亡くなった日におにぎりを食べた話をする。